はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。6月23日木曜日、本日は気候な砦店から生放送です。トゥーライド砦、よろしくお願いします。ということで初放送ということでね、皆さん、今回からね、よろしくお願いします。でね、まずはあの皆さん多分わからないと思うんで、自己紹介からね、まず始めていきたいかなと思いますんで、はい、はい、じゃあまずは、はい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 、お願いします、お願いします、はい、はい、私、店長のケン鈴木と申します。はい、店長のケン、はい、ケン鈴木さんです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、そしてヨボヨボの方、はい、鳥石白山、在住の谷尾あさります、よろしくお願いします。はい、谷尾おじいちゃん、よろしくお願いします。あ、ちなみにですね、はい、最近、はい、はい、どうしました最近ですね。おじいちゃんどうしました。はい、お嫁にしたいなと思う女優さんの名前はですね、神楽坂めぐみさんです。若いんじゃないですか、おじいちゃん。はい、よろしくお願いします。はい、そしてそして、はい、はい、従業員のジュアンと申します。はい、ジュアン君、よろしくお願いします。はい、ということでね、今日は3人で、どうしました、おじいちゃん。京子さん、京子さん、晩ご飯は、ご飯は、あ、じゃ、京子さんじゃないから、ジュアンだから、もう大丈夫ですかこれ。あ、香里さん、香里さん、晩御飯は。いや、香里さんって今言ってる名前全員元からの名前じゃないですか、もう。プレイボーイ、プレイボーイ。危ない、危ない、どうした。はい、これですね、私はですね、だいぶ昔こうプレイボーイと言ったところと、なるほど、なるほど、それを考えてね、はい、それはプレイボールじゃなくてプレイボール。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、ちょっと、ちょっと凍りつきましたけれども、プレイボーイだったっていうねことでね、野球のプレイボールとプレイボーイをかけてたということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、ということでね、今度は3人でお送りしていきます、トゥライトリでよろしくお願いします。はい、コメントちょっと読んできますね。あちゃこんばんは、トリテテの皆さんはじめまして、これから楽しい放送期待してますよ、とありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、これまたすごいキャラですね。はじめましてってか予想以上に早かった、こんばんは、金馬車ケリと勢いがあってよろしいとかね、ありがとうございます。旧金馬車の人はキャラが立ってますね。そうですね、ちょっとアルティシア始まりましたけどね、すいません。ねえ、谷尾おじいちゃん、しょっぱなから滑りまくりですよ。はい、キャラの癖がすごい、たくそ。鳥のなっちゃんのふりそこ、僕、茨城出身ですからね。なんだこの小芝居は、探り探りするな、放送事故です。鳥出店は、気候なグループから離脱しますか、しませんよ。ほんまによ、金馬車の、金馬車はキャラがすごすぎるということで、もういろんな方いらっしゃいますからね、ほんとね。セリフ忘れるなよ、おじいちゃん。すいませんね、はい、お蔵入り必死、この店やばい、皆さん小芝居の練習何時間したんですかと、練習お芝居、はい、そうですね、3、4分ぐらいで、はい、ということでね、はい、ちょっと暗くなっちゃったので、まずは店長謝罪してくださいと。今のね、緊張してたんだよね。おい、事故起きてるやんか、なんだこの寸劇は。中手意識して焦ってんだろこいつら。おじいちゃん、お年はおいくつですか。今年で、そうですね、はい、35ぐらい、ああ、リアル、リアルね、リアル35歳、はい、あつこ花子って、あつこ、お店はいいよ、今のコント、コリジョンルール適用でセーフですね。おじいちゃんをディスる放送ですか。右のおじいちゃんを早く帰って入れ歯外して寝ましょうね。おい、きこの前やめ、なめんなよ。練習は壁に向かってちゃんと柔らかい、声出していこう。金星系列は、濃い人間しか採用してないんですかということでね、皆さんね、本当に濃いキャラいっぱいですよ。これはきこのにクレームだ。すっと35って言えよ。取り手店から近いから行こうかと思ったけどやめようかな。取り手店はバスケでご褒美用意してるんですかということでね、本日の試打機種なんですけれども、本日は、昨日、今日、21日に、はい、導入されました、CR ルパン三世、消されたルパン、1個前のですね、ルパン7のライトミドル、あ、じゃミドルタイプ、299分の1のタイプの、台をですね、1時間打っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まあ罰ゲームというか、一応対決形式でやるということなんですけれども、店長と、谷おじいちゃんの対決でよろしいですか。はい、そうです、はい、はい、ということで、完全出玉対決ということでお送りしていきます。それで出玉が負けた方が最後罰ゲームで何やるんですか。
モノマネですね。はい、モノマネということで、はい、モノマネ何個か用意してありますので、そちらを負けた方にはやっていただくという感じになっておりますので、1時間ではございますが、皆さん、よろしくお願いします。店長頑張れ。はい、はい、頑張ります。はい、ということで、じゃあ早速時間もないので早速、遊戯の方に移っていきたいと思いますので、皆さん1時間よろしくお願いします。はい、じゃあ早速遊戯の方お願いします。はい、はい、というかこれね、久しぶりですね、僕も放送でやるの。だいたいスーパーアイムスーパーヒーローの方ね、放送でやることは多いんですけど、この消されたルパンは久しぶりですね。やってもアマデジとかそういう感じになっちゃいますからね、はいはい、ちょっとカメラ位置調整しますね。保留、はい、保留入りました。保留入りました。 ありがとうございます。はい、コメントね、たくさんもらってるんでね、ちょっと読んでいきたいと思いますね。どこまで読んだかな。おじいちゃん、設定くらいしっかりしておきなさい。はい、設定、はい、おじいちゃんの設定ですね。そうですね、ぐだぐだになってしまいました。はい、ボケろよ、普通に35ってバラバラ。お店なんか古いんでしょうかということで、お店できてから取り出ても何年ぐらい経つんですか。まあ、そんなに古くはないですね。はい、そんな古くない、はい。35歳っておじいちゃんじゃないよ、わら。はいよ、なんで今日、今頃ルパンなんでしょうか。まあ、あえてですね、はい、今回ミドルのルパンを導入させてもらったんですね。はい、そうですね、今週に、増大という形 で、入れ替えがあったので、そういうところで、今日はルパンの、ミドルタイプを打っております。どっかの店舗は台本作ってたよね。そうですね。今日も圧力は罰ゲームありなのかないですよ。取り出店は駅の目の前だから便利だよね。そうですね、本当に駅前で、電車に乗りながらでもですね、キコーナのでっかいこの何ですか、看板というかですね、あれが見えるんですよ、電車に乗ってても。だからすぐ分かっていただけると思います。西口ですよね、ここ。そうですね、はい、取手駅の西口、歩いて30秒ぐらいで、はい、もうほんとすぐ着きますので、ぜひお近くの方はよろしくお願いします。ビークル38とか懐かしい。ゆうじ初回だからしゃあない。この店を3ヶ月に1回の配信しましょう。あっちゃん、取り出店の皆さん、こんばんは。こんばんは、どうも。新基準期、65% 以下のループですか。一応ですね、台のスペックを、お願いしてもいいですか、おじいちゃん。おじいちゃんの方で、おじいちゃん、はい、おじいちゃんの方で、はいはい。台のスペックはですね、はい、大当たり確率は約299分の1。はい、おー、ミドル放りしちゃいました、これ。はい、はい、ですね、なんといっても、はい、学園突入率は 77%、はい、大当たりにした、はい、約6割がですね、はい、約2000発オーバー、はい、ミドルタイプなんですけれども、はい、もはやマックスに近いというようなスペックになっております。はい、ミドル放りですね。ミドル放りですね、これ。今頃ライトミドルのルパン、茨城は2014年です。違いますよ、違いますよ、いろいろね、考えあってですよ。今となっての懐かしい筐体のやつ。そう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 、 おじいちゃんはルパンに髪を取られたんですよね。盗まれた。うまいね、緊張。あそこは言いますよ。中手に比べて罰ゲーム弱いだろう。ルパンは18、まあね、今回初めてですからね、放送。はい、モノマネ罰ゲームって見たくないよね。いやいや、クオリティめっちゃ高いかもしれませんよ。皆さん少し緊張しているように見えますよ。どうですか。だいぶ緊張してますね。だいぶ緊張してるということなんでね、ちょっとねご容赦ください。あ、ひじさんですか。おじいちゃん、これは暑そうですね、これ。はい、これちょっと良さそう、良さそうな。はい、あとここ取り手店の皆さん、はじめまして、こんばんは、どうも、こんばんは。なんか元気ないぞ、ファイト。股間に張り手しよう。リスナーが罰ゲームになるって展開だけはやめてる。そうですね。画面懐かしい、結構打ち込んだな、この台。そうですね、結構この台好きだった方、
多いんじゃないですかね。はい、消された圧力、いいチョイスだ、消されたルパン見るの久しぶり、音でかくないですか。もう一個下げますか。もう一個下げます。鳥でか、皆さん、あっちゃんこんばんは。こんばんは。圧力なんかやらないかやりませんよ。モノマネの後に落とし穴に落ちるようにしよう。ビルから落ちるでもいい。やだやだやだ。谷尾さんの好きなタイプは何でしょう。好きなタイプ、はい、好きなタイプはですね、あ、まあ、先ほども、冒頭でお伝えした通り、私が好きな女優さんはですね、はい、あの神楽坂めぐみさんといいます。神楽坂めぐみさんってどういう方なんですか。あ、そうですね、はい、出演されている映画がありまして、はい、あのその志音監督のですね、はい、冷たい熱帯魚、はい、主人公の奥さん役を務めているのが神楽坂さんです。なるほど、皆さんググってくださいね。はじけろ、ルパンはリストに載ってた台との、ね、入れ替えなのかな。載ってないやつなんですね、これはね。大丈夫、はい、いや神台じゃないか、これは神台ってことですね。マックスがねやっぱり人気ありましたけれども、ね、ライトメドルもね結構人気ありましたからね。そうですね、はい、歩いて30秒そんな、ことないやろ。本当近いですよ。はい、今大福喋ってんだ。駅近いけど茨城は遠い。ああ、なるほどね。駒田が出た瞬間に画面がフリーズした。この台おとつい打ったよ。赤サードで、赤タイマー99秒で見事に外れた。1パチやったから許すってね。結構熱そうだねそれはね。取り台って東京に近い方じゃない。近いですよ全然。はい、上野まで1時間かかんないですよね。全然かからないですね、はい、めちゃめちゃ近いです。30分ぐらいで、ね、はい、コテピに負けるなよ、うん、あ、中店のね、中店さん、はい、店員さんですね、はい。トリズ店の皆さんは他店の放送とか見たことあるんでしょうか。一応ね、あの勉強はさせてもらったんですけど、勉強、はい、あの何店とか見てあるんですか。まあ、とりあえずは、はい、中店さんを、あ、中店を見たということです ね、 すね、はい。砦なら上等エリアに住んでる人は行きやすいですよね。上等さんがね、はい。おじいちゃんキャラやめと、おじいちゃんキャラやめときな、今後疲れちゃうよ。そうです、もうちょっとリラックスした、はい、あのキャラをちょっと模索しようかな。そうですね、はい。平和も猪木枠早くやめれば、やめてくれればいいのにな。この筐体結構良かったですよね。そうですね、はい、はい。平和は金か虎が絡まないとまず当たらないよな。とちこちゃん、おじいちゃん外店長を尊敬してますか。ん、外店長、外店長はあれですね、戸塚店に、はい、いやもちろんでございます。もちろん、はい、なんだ谷尾おじいちゃんの、なのわら、谷尾おじいちゃん頑張ってハート。あ、嬉しいですね。ケン鈴木さんは好きなスロットは何でしょうか。花火ですかね。花火、いや面白いですよ花火。はい、和光今日セブンゾーン行って、初当たりしたけど確円は底落ちた。あ、それはきついね。まあ、やはりまだ打たれるんですね。イモアライザかウホ、神楽坂めぐみってなんていうもんだろう。はい、そのそのシオンの嫁さんだろ、はい、あ、そうです、うん、お嫁さんですね。寂しいね、大丈夫、分かる。デンデンとかいう人が好きなのか変わってんな。今日ビッグドリームのマネージ400余りから打って600で断念した。数時間後見たら1062回転で当たってた。アマデジ怖いね。アマデジで1000回転は結構しびれますよね。おじいちゃんはおっぱい成人なんですか。あー、なるほど、うん、そうですね。あ、そうだそうです。ちょっと土地寄りの、はい、何県ですか。茨城県です。あっちゃんミスド買ってきて、お、知ってますね。ミスド目の前にありますよ。そうなの、はい、ね、はい。このルパンって今度スロになるやつやな。そう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 です。砦で、有名なのは何でしょうか。砦の、名産ってことですか。はい、砦の名産考えてみたらわからない。砦名産、はい、調べておきます。はい、お願いします。でもあの店内にもちょっと貼ってあるんですけど、それではアートの街ということで、あの東京芸術大学がの、あの分校というかあるんですけど、それで街ぐるみでですね、あのアートプロジェクトタップっていうね、トリダアートプロジェクトをやってるんですけど、僕これちょっと縁深くてですね、僕あの学生時代にタップ手伝ってたんですね。なんで砦来て、あのそのトリダアートプロジェクトのお手伝いというか、そういうのをやって取材とかそういうのをやってたんですよ。だからその時にあの砦はよく来てたんですよね。はい、他店に殴り込みいつ行きますか。行きません。砦って田舎ですか。どうですかその辺は。まあでも、まあね、電車で、はい、あの10分でも柏とか、前回非常にまあ東京近いですからね、はい。予習したなら言わせてもらいます。砦店の皆さん、俺たちは
俺たちはに続く言葉を辞典の辞典のあれで決めてください。俺たちは砦で、俺たちは砦で、俺たちは砦でだでいいですか。じゃあ砦でテーマ、はい、じゃあこれでいきますね。これから砦で、昔よく行ったなと、海は客付きよかったよと。 そうなんですね、ありがとうございます、ぜひまた今度来てください。砦は毎回鳥取と、勘違いしたということね。どん、県鈴木、こら、住まい呼んだだけや。砦って何年か前に駅前で事件起きた。あ、そうなんですか、わかんないですね。利根川、谷尾は砦は地元ですか。いや、地元は水戸の方ですね、私。あ、水戸の方なんですね、しとこ。消されたらパチでいいや、スローは打たねえ。あでもスロットは店長見に行かれたんですか。行きました行きました。どうでした、スロットのルパンは。そうですね、まあ、当店では、まあ、購入は見送ったんですけど、ね、なるほどなるほど、ということでね、あんま深くは聞かない方が良さそうですね。はい、競輪場なかった、あれはモリアでしたっけ。まあ、モリアは今最近流行ってますからね、栄えてます。競輪ですか。あ、競輪はもうすぐそこです。え、砦にあるんですか。あります、あります。あ、砦競輪あるんですね、はい。あっちにフォロー座ってる。あとくさんの方が詳しい。砦の人って柏に来るのがおしゃれなんでしょ。柏でいいんですか。どうなんですか。皆さん、まあね、例えばデートに行かれるとか買い物行かれるとかはどこに行くことが多いんですか。まあ、やっぱりそうですね、はい、モリア。モリア。茨城ですか。やっぱりモリアに行くと。ね、なるほどなるほど。おじいちゃんは。おじいちゃんは、デブショーですんで、砦からあんま出ないですね。あんまり出ないと。全然出ないですね。はい、一応砦にが、高校野球で全国優勝した。あ、砦に行こう。バディだ。昔付き合ってた人が砦一高出身の。競輪やってる人でした。競輪選手とかすごいね。皆さん寝てないですよね。寝てないですよ。寝てないよ。起きてます。はい、あちゃん またご飯食べ忘れた。このままダイエットしようかな。あ、いいんじゃないですかね。夏はでも、しっかり食べないとあれですよ、倒れたりするんでね。水分いっぱい取ってください。出だしは良かったのに寸劇終わって全部出し切った。おとなしくなってるぞ。どうなんですかおじいちゃん。これはもうここからですね、出てきますんで、ここからガンガン行くと、はい、うん、おじいちゃんの趣味何ですか。私の趣味、映画鑑賞とか読書とか、真面目かって、本当に。おじいちゃん、真面目すぎるでしょ。はい、ね、もう本が大好きで、映画鑑賞も大好きで、はい、本も大好き、本も大好きで、なるほど、なるほど、はい、私が1000本まで確率は 0.004%、そうですね、このまま今日たまたま座ったミドルのガルパンが当たった状態で、空き台になってて座ったら即右打ちで3万発出ました。美味しいね。おじいちゃん早くタイマー出してや。出ないですね。はい、取り手ってカップラーメンの工場あるよね。日清がありますね。あ、日清ありますね。おじいちゃんてめえ巣鴨って言えよ。おじいちゃんしっかり、地元愛強いね。谷尾さんは眠いんでしょうか。もうね、深夜ですからね。頑張ってください。そうそう、あ、店長ちょっとチャンスそうですね。はい、普通初放送だと緊張でこれくらいおとなしくなるよな、他の新店舗がすごすぎるだけだぞ、ね。まあ、探り探り行きましょうね、初回放送なんでね。お墓が砦にあります。あ、そうなんですか。そういうお墓参り来た際にはですね、ぜひ貴重な砦で寄ってってください。お待ちしております。はい、砦に行こうの野球部出身。おお、近いじゃない。この店キャラ弱いぞ。映画鑑賞が趣味。デッドプール見た。デッドプール見てないですね。デッドプール見てない。はい。ローカルの話題されてもついていけないです。なるほど。ケンさんは独身ですか。あ、ケンさんは結婚してます。結婚している。はい。おじいちゃんトイレ近いですか。もう我慢できないですね。真面目か。飲み物、熱すぎだこら。はじける。うーつ。ワイワイ池田注文やが、砦の皆さんはじめまして。ナンパのこと教えてや。ナンパする方いらっしゃる。おじいちゃん、おじいちゃんが若い頃ね。おじいちゃん若い頃ナンパしてたんですか。おじいちゃん若い頃、はい、ナンパはですね、いや、まあちょっと真面目なんですけど、ちょっと一回もやったことない。あ、ナンパはしたことない。全然したことなかったですね。おじいちゃん好きな映画、貞子 VS カエコ見た。まだ見たいですね、はい、ぜひ見てみたいな。うん、さっきの左の若い子はどこ行ったんですかっていうね、時間になったんですね。撤収しました。そうですね。自販機の飲み物の量を減らせ、こら。飲み物の量を減らす、どういうこと。
昔トルデにスタバできた時テンション上がった、あ駅にあるやつかな、ね、はい、皆さん気候難のスタッフになったら本名や出身校、離婚歴など調べられるから覚悟しておいてくださいね。あら離婚歴も素晴らしい、ね、離婚歴ちなみにある方いらっしゃるんですか。ケンさんが離婚です。ケンさん、ケンさん経験者ということですね。ケンさん、はい、なるほどなるほど。ケンさん出身はどちらですか。土浦、土浦。ああ、土浦近いですね。はい。でよくキララ通りでお遊びしてた感じですね。まあね、あんまり遊んではないです。はい、なんか、谷尾さん若くないですか。え、設定が。ちょっと嬉しい。あ、設定。あ、そうですね。ちょっと模索しながら。はい。やっていこうと思いますので、はい、あとマッサージチェアがボロいです。マッサージチェアあるんですか。直しましたよ。あ、直した、直したそうですよ。コルボ13のアーケードゲームが難しく1ステージもクリアできません。助けて鈴木谷尾。どういうことこれ。頑張ってください。あと谷尾をラブライバーにしちゃおう。あ、ラブライブ好きな方いらっしゃいます。はね、あんま興味ないですか、ね、副店長は多分好きですけど、ね、副店長の方が結構好きと、好きだそうなんです。なるほど、はい、映画鑑賞趣味なら、はい、カツラギ事件見てください。カツラギ事件、はい、あ、もう聞いたこともないようなもの、うん、ぜひカツラギ事件ですね、はい、最近ました。あ、そうね、これあったね事件ね。砦の皆さん、あっちゃんのイケメン度は何パーセント。男ですよ僕は。おいクソじじい真面目か、声張っていこう。真面目、嘘つけ。おじいちゃんキャラじゃなくて別のキャラ見つけた方がいいかもしれない。砦の人たちって池田さんって言われて分かんない、分かんないと思いますね。どうなんで、どうらかいの。ケンさんマジか。ケンさん次の離婚はいつですか。なんですか。あ、離婚ですか。しないです。あ、全然予定ないですよ。予定ないです。はい、気候のスタッフの離婚歴の多さ、わらわら。トシさん呼ぶよ、真面目か。店長頑張ってください。ありがとうございます。声が若い気がする。まるまる会見てるぞ。まるまる会が見てる。まるまる会。はい。土浦出身なら桜井マッハ、ハヤト知ってますか。桜井マッハ、ハヤト、格闘家ですか。格闘家。はい。面識は全然ない。はい、名前だけは。はい、パチ屋の店員はバツつく人多いよね。稼ぐけど時間が合わないからポイされちゃうのかな。ああ、でもあれですね、深夜も働いたりしますからね、パチンコ屋さんもね。そうですね。はい、〇〇〇書いてあった。ケンさんはいつ結婚したんですか。私は2月、もう今年の2月、ね、今年の2月、最近新婚じゃないですか。そうです、まだまだ、ね。はい、あれ、俺のユキポンがいないのでさようなら。ユキポンはいないですよ。まだ当たってないよね。卒論といえば金馬車のレジェンド加藤をお忘れなく。やめてください、これ危ないよ。おけけマン見つけた。誰それ、わかんないよ。おけけマンって知ってますか。おけけマン、はい、ちょっと初耳です、ね。ちょっとわかんないですね。ライオンモードはよ。あ、見たいですね、うん、ちょっと一回入ったんですけどね。そうですね、小当たりでしたね。そうですね、はい。まあ、言ってる間にね、もう20分軽く超えてきましたからね。あと40分で当ててくださいよ、頼みますよ。はい、そうですね、うん。おじいちゃん趣味、趣味はあの読書とかっていうね。休みの日は何してんの。おじいちゃんのは何センチですか。え、おじいちゃん、はい、おじいちゃん171センチですね。ああ、そっち答えちゃうんだね、おじいちゃん。真面目かってことね。こういう時出ないって持ってないですよね。まだでも、まだ時間あるから大丈夫大丈夫。頑張れ、こういうもんからくり道中。ケンさん何歳ですか。何やですか。お年ですね。ああ、お年はですね、はい、36歳。36歳、はい。奥さん何歳ですか。29歳ですね。あ、じゃあちょっと若いですね。答えによってはリスナー怒りますよ。いやいや、それぐらいだったら全然ね。ギリギリかなと。はい、入浴施設で、長い、谷田おじいちゃん、谷尾おじいちゃんは、はい、次の配信までにちゃんとキャラ付け、キャラ付けしといてください。キャラ、そうですね、はい、確立いたします。クソじじ真面目か。こういう落ち着いた配信もいいよ。二人とも頑張ってください。タイプライター入りました。タイプライター。あ、タイプライター、ちょっと待って、はい、タイプライター保留、保留、あ、ちょっといいんじゃないですか、これは。ちょっといいかもしれない、はい、ケン鈴木さん、これはいいと思います。はい、熱い、激熱、ボタン長押しで解除。金オリオみたいなもんですもんね、周り金色み、ね、はい、ね、ちょいパチ入れる予定ありますか。あ、これ、あ、これはちょっと良さそうですね。ちょいパチですか、はい、ちょいパチはまだないですね、はい、予告、確定、確定、確定ではないでしょ。来た、まあ熱いことは熱い、タイプライターもいい、はい、これはどうでしょう。あ、これで疑似3ですか。
あ、これもうもらったんだ。あ、もうもらったと、もうこれはもらったと、もらった、もう間違いない、はい、当てればいいと思うよ。 80% だったっけ、 77% ですね。ケンさん頑張ってください。ありがとうございます、はい、懐かしいね、消された、ステレスでも、いや、これはもういいんじゃないですか、はい、やっぱケンさんの方が持ってるな。いや、よかったモノマネやりたかったんだけどな、はい、どこに行くかだよね。あ、発展先ですね、はい、20代とかどうやって騙したんですか店長ノーコメントです。あ、ノーコメントですね、はい、あ、タイプライター来ました、はい、不死身の回答が愛した女、はい、これは愛と裏切り、ね、愛と裏切りいいんじゃないですか、いいです、ね、はい、熱い、おじいちゃんのモノマネ期待しますよまだまだ、はい、まだまだ、モルタ、死ぬと82倍くらいだよタイプライター放流、あ、そんなあるんだね、普通に皆さんは消されて気がついてたと思います。知らないから、もう右打ちしても大丈夫ですよまだ早いよ、まだ早い、金文字、はい、あれは絶対金じゃなかったかな、確か、はじめ社長がアメリカ留学して独立した、ロゴ落下濃い、どうでしょう、どうでしょう、入浴施設で濃いを傷つけた変わった形が多分ね、江戸小会社の圧力さん実施しないの、しませんよ、僕やってませんからね、このスペック今となってはいいよね、いや全然いい、このスペックすごいいいと思います、僕も、全回転の次に、あ、じゃあもうリッチの中で、あ、もらった、トラボタンでトラカットイン、もう完璧じゃないですかこれ、いい展開ですね、はい、ケンさん、まあでも当たるっしょ、ありがとうございます。完璧ですね。もう展開がもう完璧でした。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、いいですね。こうやってね、大当たりを見せていく感じがね。はい、おめー。いいじゃん。これは完璧。ケンさん、さすがです。おめー。ありがとうございます。トラボとか久々に見た。さっきのライオンは入ってたのかな？入ってないと思う。入ってないですね、はい、さっきのは。うん。お、しかも3ということで、確変ですよね。はい。ました。はい。おめでとう。あとく伊勢崎の昼やる気あるの？百年過ぎてびっくりしたよ。岡村市長さん来ないだろ。いやいやいや、徐々にねやってきますからね。ボタン押しやがった。やっぱミドルは当たるよね。谷尾おじいちゃん、鳥でやるな。さすが鳥で。かまと店の山田です。おじいちゃん当て方教えてあげようか。ぜひぜひ。まだでもまあ時間ありますね。はい。まだまだ。谷尾おじいちゃん頑張ってあ。ありがとうございます。俺が G と格闘してる間に当たってるってこと、当たってますよ、大丈夫ですよ、あんまり形になってるねということでね、やっぱあのミドルスペックぐらいになると1時間じゃ当たらないかもしれないっていうね、不安もあったんじゃないですか、まあ、ちょっとね、ドキドキしてますね、はい、ね、しっかり当たりましたんでね、よかったよかった、はい、この後もいいとこ見せてください、はい、トリデイラブ、ゴールデンタイムだっけ、100円中の名前、そうですね、ゴールデンタイム、はい、皆さんはじめまして、キコーナー平塚店の店長江藤です。お前らラムクリの上手なやり方教えてあげようかって、いやいやいらないです、当たってるんでね大丈夫ですよ。愛と裏切り引くあたりも持ってますね店長、ありがとうございます、うん、いやいいですね、本当にいい感じです。取り出店はテラフォーマーありますか、あ、1台導入します、はい、1台あります、おじいちゃん、たまちゃん保留はよ、見たい見たいです、うん、取り出店は錦鯉勝ってますか、勝ってません、だいたい銭形かステレス、皆さんは万引きしたことありますか、ありませんよ大丈夫ですよ、はい、おじいちゃん当てても当たってることに気づかず左打ちするんでしょなかなか、まあ、これはいいですね、皆さんは塾をサボったことありますか、え、何ですか、塾をサボったことありますか、塾をサボったこと、はい、ありますね、 ある、おじいちゃんは、私ないですね、ああない、行ったことないと、行ったことがない、いや、はい、あの行ったことはあるんですけども、はいはい、一度もサボった試しはないです、真面目なんですね、はい、おじいちゃん、ケンさんからし食べないと、食べない、1台しかないのかテラフォーマーズ、そうなんですね、そうですね、茨城コーナーはモノマネでしょ、ゴールデンゼニがタイム、ケンさんストロングゼロ飲んできたらいいんじゃないですか、本当にね、ストロングゼロ好きなんですか、大好きですね、あ、そうなんですね、皆さんは水泳は得意ですか、泳げません2人とも泳げない、はい、泳げないです、はい、真面目か、皆さんはカウンターのカップラーメン食べたことありますか、カウンターのですか、カウンターの商品のカップラーメン、あー、ないです、ないです、はい、あのね、キコーナの
あの元あ 今も店長さん、店長さんですけどね、あの過去にそういう経験があって降格した方いらっしゃいますねカウンターのカップラーメンを食べてしまったね。ケン鈴木さん、蒲田の店長に当て方を教えてあげてくださいということで、まだあお会いしたことはないですかね。ないですね。はい、皆さんは Kindle 持ってますか。 Kindle あれですね、タブレット。あ、はい、持ってないですね。あ、持ってない、あ、これは継続引き分けですね。そうですね。はい、取り手店には漫画コーナーありますか。ありますよ。 あるんですね、はい、やっぱり格闘の方が好き。ケンさん、新婚なら毎日マムシ飲んでますか。マムシドリンク飲んでないです。マックスルパンと演出違いますか。まあ一緒じゃないですか。はい、終わりそう。ご了解、継続 OK、ご利用してくださるお客様あってのそうですよ、ちゃんとボタンを押そう、日清焼きそば UFO なんで継続って分かったんですか。上に緑でねなってますよね。はい、ね、書いてあげますかね、はい、継続して。こうお二人が一番好きな、まあ普段パチンコやられますか、お二人は。やりますよ。はい、やります、やります。一番今ハマってるとか好きな機種とかって何ですかね。まあ、もうちょっと前までゴールデンゲートとか。ゴールデンゲート、ゴールデンゲートが好き。結構なかなか渋いとこ行きますね。そうです。あのビッグドリームとかもね、はい、ビッグドリーム、面白いですね。面白かったですね。はい、ね、なんか最近はもう海物語に、はい、戻っちゃいましたね。ジャパンですか。そうですね、海ジャパン、はい、ジャパン、はい、おじいちゃんも。おじいちゃんは、はい、ビッグドリームですね。ビッグドリーム、去年の年末あたりに、はいはい、初めて打ってなんだこれみたいな形で、やっぱあの出玉スピードにやっぱり、ね、びっくりしますよね。あれびっくりしました、ね、はい、おじいちゃんは既婚、彼女はいるの。残念ながらもう何年いないんだってぐらい、はい、いたら許さんぞって言ってる。ちょっと怖いですね。怖い、怖い、怖いですね、どんなモノマネをする予定なんでしょうか。そうです、いろいろあったので、まあ、サイコロで決めていくんですが、はい、あ、レインボーじゃないですか。あ、もうこれもらいました。はい、当たりました。これ2連チャンですね。はい、いただきます。はい、まあモノマネは最後にやります ね。 そうですね、ネタ明かします。はい、焼きそば UFO の追加ソース付きボックスセットが販売中だよ。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。これ右打ち中は何パーセントでこう2000発取れるんですか。 60% ですね。 60% とかかなりの確率でね2000発取れますね。はい、さあどうでしょうか、2000発取れるんでしょうか。勝負の時間はまだ。トレジャーラッシュ、はい、じゃあこれでいきましょう。はい、どこだ。ケンさん、アラインダイが好きなんですね。まあ、いや、まあ、ちょっとそうですね、はい、粗めの台は好きでしたね、うん、はい、鳥でも何がおすすめなんですか。でも全部全部、まあ、東京デラックスありますか。デラックスありますね。はい、あります。あります。谷おじいちゃん、はい、シェイシェイシェイですか。あ、シェイ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 は以前やったネタですね。あ、ネタはいっぱいあるんですね、おじいちゃん。はい、はい、まあやらせていただきました、はい、ビッグドリームの話はやめて、甘デジが怖いって、ね、はい、そうですね、いけるかな。おじいちゃん、元カノ何人いるんですか。元カノ数えきれないかもしれないですね。おじいちゃん、そんなに激しいんですか。いや、もう記憶がね、はい、記憶にございませんってぐらいすごいということですね。トリゼテンは可愛いスタッフさんいらっしゃいますか。みんなの可愛い、みんな可愛い、遊びに来てください。可愛い。お二人、明日は話に出ている蒲田の放送なので、よければ明日の放送も見てください。もちろん、はい、もちろん拝見させていただきます、はい。ゴールデンゲート面白いね、西陣のセグはいいと。そうですね、私も好きです。あっちゃん、配信終わったらどこで待機してるんですかとか、いろいろありますから、待機する場所ね。ケンさん、今日もたくさん出してね、うほ。あ、たくさん出してほしいみたいですね、ケンさん、ね、あっちの方かもしれませんけどね。はい、取り出店はロトパチありますか。ありますよ。あ、ロトパチもあると。ロトパチもあるんですよ、ね。いやいやいや、結構こう個性的な台あるんですね。結構コメントもなかなか、ね、はい、鋭いところ、ね。はい、そうですね。この椅子見るとガルパンってまんま消されたガルパンだよな。ああ、まあ確かにね、格園長に似てますよね。2人の顔って見れないんですか。いや、見れますけど、まあ、あのエンディングで、出てくれますよね。待ってください。マックのナゲットのカレーソース激うま。あっちゃん食べて、食べてない。
ミドルなのにまあまあ連チャンするよな、ま、77%だもんね。そうです、そうです。ミドル16ラウンド 40% ぐらいじゃなかったっけ。 40%?60%、 はい、6割、はい。点滅オリュー、まれに通常あるよ、多分。いつも通りシャシャシャやってよまた今度、はい、じゃあそれはまた今度ちょっと企画させていただきます。はい、点滅オリューあるね、たまに。ネタの宝石箱や、おじいちゃんって役職は主任さんかなんかですか。役職でいうと、これはまあシニアアシスタントというか、はい、まあ、主任さんみたいな感じです ね、 ですね。はい、ということで店長3年目おめでとうございます。ありがとうございます。おじいちゃん、はい、あっちの調子はどうですか。全然当たらないですね、これ当たらない。はい、ルパン何台あるんですか。4台。はい、4台設置、はい、増大して4台です。おじいちゃんのビッグドリームは夜もオール16ラウンドなんですか。なかなか引けないですね。引けずで。ケンさんのゴールデンボールって野球ボールサイズですか。あ、僕の俺も、ノーコメント。はい。あっちゃんは滑りんぼ取り出せるだけじゃないですよ。みんな可愛いっていう場合は、可愛くいないときにそんなことない。ね、なんていうんですか、Tワールドの、取り出せるのところに動画がね、埋め込んであったりするんで、可愛い店員さんいっぱいいらっしゃいますよ、映ってらっしゃいますからね。はい、取り手って猪木ありますか。猪木はあま、まあ、ライトの猪木がありますね。谷を滑り気味。滑りましたね、今来ると、はい。プレミア OK。女の子出ないんですか。女の子出してほしい、女の子に行きたい。店長さすが、谷尾の、ね、はい、今日は残念ながら、はい、いませんね。谷尾の口癖決めたらいいんじゃないか。なるほど、うん、口癖、うん、考えておきます。はい、次回まで考えておくね。はい、こんなに簡単に連チャンするお店はどこですか。鳥出です。はい、貴重な鳥出店です。皆さん、ルパンうちに遊び来てください。今週、増大したばっかりですからね。シアルルパン3世消されたルパンの299分の1タイプ、これね、なかなかこういっぱいある店少ないと思いますので、そうですね。ぜひね、わざわざでも来ていただけるとですね、楽しめると思いますよね。よっ、お、トークが乗ってきたぞ。谷尾、今度もご飯行こうぜ。行きますか。はい、谷尾さんは社内でペレって呼ばれてるのは本当ですか。ペレ、はい、あ、それは以前なんか聞いたことがありますね。はい、女の子はデート行ったんだろ。谷尾の口癖は圧力締めにしよう、やめて。砦店は、今世紀最大の名機竹屋の装甲のストレインはありますか。あ、残念ながら入ってない。すいません。はい、あれ、これそこのライトってレインボーに光ってるんでしたっけ。店長のここですか。はい、そこは常にレインボーです。ここはまあゴールデンタイムとかいろいろいろんな色に光ります。はい、はい、店長、もっともっと口癖はハルピ見てるでいいんじゃないか。これはコテッピーの口癖ね。砦でおすすめのラーメン屋さんを教えてください。砦はね、はい、ラーメン屋、まあ、少ないんですよね。あ、ラーメン屋さんあんまりないんですね。はい、守屋にやっぱ足を伸ばすと。あ、守屋の方がいい、いいとこいっぱいあると。なるほど、ラーメン二郎ありますね。あ、二郎ね、はい。おい、ペレ、今度飯行こうぜ。消された谷尾てん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 。谷尾さん、次回はお姉キャラでどうでしょうか。お姉キャラ、あ、でも昔そうですね、女化粧して結構いけるってちょっと思ったのありましたね。なるほどね、はい。店長どこいますよ。こんばんは、今来た。ずいぶん懐かしい機種、砦はお初です。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あ、どうも。口癖はちょっとばあさんやでしょ、激アツ外した時とか。あ、いいと思います。はい、マイルドで、うん、いい感じです。砦店はクジラちゃんの妹はいないんですか。いませんよ。続くっぽい。お姉キャラでかまじいと共演。なるほどなるほど、かまじいね。 AKB 大好きとかエロゲ大好きとか、二人は尖った趣味はないんですか。尖った趣味ですか。はい、あんまりこの趣味の人いないなみたいな。あんまり、そうですね、あ、結構趣味がそんなにないじゃないので、はい、パチンコぐらいですか。冬はでもあれですよ、スノーボードとか。はい、あ、スノボー、はい、これ星5個で、しかも勝利確定じゃないですか。はい、おめでとうございます。4年ちゃん、藤子ちゃん来ましたね。いやいやいや、絶好調。いや、本当に。はい、ということで残り20分です。頑張ってください。硬いですね。はい、
おじいちゃん、まだ20分ある。おじいちゃん20分しかないですよ。20分、はい、出玉が今店長が3000発ぐらい、はい、はい、ということでこれマックスですね、はい、店長、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。取り手でおすすめのマットプレーのお店教えてないと思いますね、はい、谷尾海二店長並みの真面目やな、こういう台はよし、どんだけ、熱い、お、女の子出てるじゃんと思わせてからの谷尾ってことだな、常磐線よりつくばエキスプレスだよね、まあ、両方大事、口癖は圧力さん、飯はまだかええにしようご飯ね、谷尾さんおとなしいですね、随分と、え、随分とおとなしいですね、おとなしい、はい、普段はこんなんじゃないんですか。普段はまあもうちょっとね、コミュニケーション取れる方、あ、そうなんですか、やっぱ生放送って緊張するんですね、おじいちゃん、ちょっとやっぱり緊張しちゃってます、はい、なるほど、店長何のモノマネやるんですか。まあ、これはもうエンディングを見てもお楽しみですね、はい、取り手以外に新宿や中とか系列店舗経験はあるんですか。あ、以前いた店舗はどちらなんですか。そうですね、私も中店でやってたことあります。あ、現鈴木さんは中店でやってます、働いてたと、はい、あとはまあ僕はもう車歴は長いので、はい、数えるとたくさんあるんですけど、はい、あ、じゃあ結構いろいろ点々といろいろやってると、点々と動いてますね、はいはいはい、谷尾おじいちゃんは、谷尾おじいちゃんはそうですね、あの新宿店、新宿店、はい、はい、はい、あ、今放送もやってますね、はい、やってる、はい、新宿で勤務、なるほどなるほど、はい、はい、どんだけ、どんだけ背負い、これ小説、そんな続いたことない、谷尾もっと叫べ、2人とも調子に乗ってなくて好感が持てます、ありがとうございます、 ありがとうございます、嬉しい、はい、コテッピ知ってますか。コテッピ、コテッピ、コテッピは私一緒に働いてましたからね、店長一緒に働いてた、働いてます、はい、おじいちゃんは、私は直接は働いてないんですけれども、はい、やっぱ有名ですね、あ、噂はいろいろ聞いてると、はい、噂、金がある、はい、この台も65パック制になったら打てなくなるんだよね、うん、口癖はクジラちゃん野郎にしましょう、気候ないい店だね、ありがとうございます。お二人は他の店舗の誰かとつながり合ってたりするんです。まあそれはつながりはあると思いますよ、いっぱいね、はい、谷尾最後の20分だぞ、頑張ります、はい、2分、バトルモードじゃない方にしてほしいな、これって変更できないんだっけ、途中で多分できると思いますね、はい、大当たり中に変えていけば、はい、谷尾新宿店にいたから腰やっちゃったんですか。え、新宿店にいたから腰やっちゃったんですか。いや、腰はやってないですね。あ、全然大丈夫、全然まだ元気です、まだ全然元気、全然動く、全然動くですね、はい、ところで県鈴木さんの名前の由来は何でしょうか。これはまあそうですね、中学校の友達の名前ですね全然関係ないじゃんビビらず行こう、取り出の女の子はどこで見れるんでしょうか、お店に来てください、はい、あ、おじいちゃんちょっといいんじゃない、ちょっと、はい、ケンさん、コテッピーが AKB のライブにいて顔が真っ黒になって大人として恥ずかしい姿でした、そうですね、あ、当たりました、ゴレンちゃん絶好調です ね、 すね本当に、はい、これはプライベートだったらねって毎回思っちゃいますよねはい、コテッピーのぶっ込み話って何か持ってますか。いろいろありますけど、はい、まあ、ここでは、あ、なるほど、危ない、ちょっと危ないかなと、はい、お、はい、お、ちょおじいちゃん発展ですね、はい、つながり見せ、ケンさんとガイ店長はどっちが偉いんですか。まあ、ガイ店長、はい、コテッピーに負けてると当てるために、遅れ記事を送る、当てるために台とシンクロするんだよおじいちゃんあと、今1時間で配信しているところで今のところ2時間になる予定はないです。ちょっとないですね、すいません、継続以上 OK、 左もろた、谷は熱いじゃん、みどほだしなと、ちょっと弱いかな、はい、うん、谷尾さんの同期は誰ですか。私、あの同期がいないんですよ。あ、そうなんですね、中途採用で、はい、うん、なるほどなるほど、あ、ちょっと弱いね、弱かったですね、いや、今来たあっちゃん、吉田さんやめるのか、やめます、この台は出るよね、出るときは出る出る、3点じゃん谷尾という、あ、これでマックスですか、はい、おめでとうございます。結構出玉も伸びてきましたね。これでもう5000発ですね。対0みたいなね。はい。勝つのく失踪
ここで、ぶっ込まないと出世しないですよ。ケンさんうまい、そろそろ寝ます、頑張ってください、ありがとうございます、おやすみなさい。ねえ、おじいちゃんとりあえず台殴ってみようか。ねえ、谷尾さんは年金あるから給料なしでいいよね。なるほど、はい。外店長見に行け、外店長はいないですよ。はい、はい、ということで、ケン鈴木さんはただいま5連チャン中。はい、そして谷尾おじいちゃんは一個に当たらない。おじいちゃん当たらないですよ、おじいちゃん一個に当たらない。はい、おじいちゃんこう当たらない時になんかやったりすることとかないんですか、オカルト的なとか、なんか眼科系とか。当たらなかった時はですね、はい、まあ、別なこと結構やって、ね、別なことをやる。例えば携帯でちょっといじくってたり。暇だからじゃないですか。当たんねえな、当たんねえなと思って携帯をいじると。なんか携帯でやってるゲームがあるとか、これにハマってるとかはないんですか。私ですね、はい、パズドラ。あ、パズドラ、はいはい、時あの今の、はい、新宿店の店長さんから、はい、ゲームですね、はい、教えていただきました、はい、マーシー、マーシー店長、マーシー店長、はい、いやもう重課金になってしまいまして学年がちょっと言えないレベルの。じゃあそれ教えてくださいよ、せっかくね。いくらぐらい課金したんですか。そうですね、うん、百万円的な感じですごいっすね、パズドラにうん百万円、うん、いや、ね、いや、はい、これはすごい、この課金やろうってそこまで課金するのは結構すごいですね。ねえ、ちょっと狂ってた 時代がありました。狂ってたと、はい、マジかよ、こいつ課金くんじゃねえ。パズドラとかオーソドックス、課金くん襲名しよう。聞くわ、クリスタル&ドラゴンはありますか。ないですね。あ、すいません、はい、限界突破見せてほしい。あ、店長ね、あ、保留連ですね。そうですね。ね、このスペックで平均何連チャンぐらいするんですか。これは確かですね、でも 4.7 ぐらいだったと思いますね。もう超えてますね。はい、はい、女性やめるの何を、人間をなさとも縁で行く、縁で行くですよ。あと、もあと1時間のために遠いところから行くわけじゃない、どうせなら2時間働きたいでしょ、ニヤリーってね。いや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 、そんなことないですよ。番組が楽しくなれば1時間でも2時間でも5時間でもね、僕は何時間でも大丈夫です。おい谷を早く当てろ、この老害が。4とかの8、あ、4年とかですね。2代目課金くんかな。これ藤子ゾーン金保留で外してから打てなくなった。課金野郎依存症じゃねえか、課金野郎課金くんを超えてる、課金じじいに名前を変えよう。パズドラにうん百万ってどういう意味、携帯のゲームのこと。何年でうん百万ですか。でも2年ちょいちょい、2年2年ですかね。課金おじい、ネオ課金くんですね。そうですね、アンダーツリーの方でも課金大好きなパズドラに課金してる方がね、いらっしゃって、その方は課金くんっていう名前で放送に出てるんですね。はい、あ、でも今はもう、はい、無課金になってますんで。あ、もうだいぶ落ち着いたと、はい、落ち着きました。はい、親が泣いてるぞ。確かに。課金額も、限界突破したことあるんですか。あ、それはないです。あ、それはない、はいはい。課金といえば保育の、年金を課金に、圧力はラブライブのゲームの課金どれくらい。やってない、僕課金しないですね。おじいちゃんお金持ちですね。真面目だからハマるとやばいんだね。圧力さん、この後どうやって帰るんですか。俺の BMW に乗ってく乗ってく乗ってく。ランクいくつなんですか、おじいちゃん。ランクは480とか。それはすごいですか。もう、僕やんないといまいち分かんないですけど、結構ガチャに課金しまくって、はい、コレクション的な感じで課金してましたんで、はい、あんまりランクは高くないんですけども、はい、460ぐらいですね。はい、おじいちゃんいくらもらってるの。2年でうん百万って課金組んでいこう。2年でうん百万なら少なくとも月に 3,4 万は課金してたってことかな。そうね、集中的に使ってた時期ありましたね。なるほど、アホな子だね、はい、わら。あたた、一度課金したら無課金じゃないんだよな、こちら側の世界よ。こそなるほど。さあ、おお、来ました。今のは気持ちいいですね。はい、おめでとうございます。女と課金どっちが好きですか。もう課金ですね。はい、課金です。あっちゃんは自分の顔にいくら課金したの、整形してないよ。うめえ、おじいちゃんこいつダメなやつだわ。うん百万じゃわからないから誰にも教えないから、一番左の数字だけ教えてください。一番左、はい、一番左、あ、でもですかね。あ、一歩一歩、はい、一歩一歩、はい、
昔ガラケーのゲームで人のお宝を盗むやつあったよね。ああそれに1万円課金した時は反省した、うん、確かバトルロワイヤル、ああやってた俺もそれ、あったあった、うん、あと真剣にお回復活路を考えて話し、すいませんこれはちょっとね、無理ですね、すいません、店長どんだけ引き強いのよこれちょっとすごいですね、めちゃめちゃいい映画撮れてますね今日は最高です、行きたくなっちゃう、はい、気候の砦店ってイケメン多いですか、イケメンみんなイケメンですね、はい、あと10分、あと10分です、お早いですよまだ諦めない、諦めない大事ですよ、頑張ろう、頑張ろう、大事大事、俺も今月ホールに課金してんだけど全然いいの出てこないよ頑張ってください、僕もなかなかいいの出てこないんで深井さんとソフトメディアさん呼べば大丈夫、僕もパチ屋に2年でうん百万円課金してますよ、嘘言うなよね、さあこれで店長は7000発オーバーですね、ありがとうございます、はい、すごい、これあの一応ですね、こう上にこう出玉数がねこうやって出るようになってます、はい、はい、私もキコーナに課金してるわらわら、キコーナが関係なく圧力のみ会企画して、あうちの会社のはちょくちょくありますよね、そういうのに来てください、エンデクの忘年会とエンデクはエンデクで別でやりますよ、店長絶好調ですね、ありがとうございます、はい、うん、そう他にいなかったらこの通常ともなくなるかも、そう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 、絶対イケメンいないだろう、そんなことないです、はい、店長が持ちすぎてて怖い、あこのレンちゃんが ねちょっと明日はどうなっちゃうんですかね、でこういうのを見るとですね打ちたくなっちゃうんですよやっぱり ね、圧力吉江さんさよなら会企画してよ、検討します、圧力ファンミーティングをやればいいんですよ、何人来るんだよ、5人ぐらいじゃないか、なら谷尾はイケメンなんですか、まあ、メイクを取ればね、やっぱりもう昔はプレイボーイ、うん、あープレイボーイの感じだね、プレイボール、プレイボール、はい、お、これはどうですか店長、何やですか、このリーチは、あこのリーチですか、はい、あよく見てなかったです、あよく見てない、はい、まあ、メイクはプレイボーイだった、うん、はい、ダメですね、あちょっとまずいかもしれないですね、はい、継続に期待したいんですけどね、敗北濃厚ですね、そうですね、ちょっと厳しいかな、あ復活できるか、やられましたね、さあどうでしょうか、はい、復活しましたからね、あこれも厳しい、ね、厳しいかな、はい、やばい、はい、8200発、はい、8200発、すごい、でもこれは硬いですね、うん、前に圧力は砦の店長イケメンって言ってなかった、イケメンですよ、チェリキチが視聴者に手を出したらお使いないです、それ関係ない、ゲロはあかん、終わった、店長は必要側の人間だったのか、あれおじいちゃん起きてますか、お兄ちゃんそう起きてはいるんですけど、うん、ですね、圧力ファンいるのまだ、おぎうほ会いつやりますか、時間調整バッチリやな店長、まあ、そうですね、はい、おじいちゃん生きてますか、おじいちゃん息してます、はい、大丈夫です、潜伏ってあるんだっけ、一応これ全部集まればそうですね、はい、潜伏9時5まで行けば、はい、8200かもうちょっと欲しかったね、まあでも299分の1でこんだけ出ればまあまあって感じですよね、うん、さあ残り5分です、5分、はい、諦めない、諦めない、大事大事、本当そう、谷おじいちゃんにとって女性とは何でしょうか、うん、女性とはやっぱ尊敬すべき、うん、異性であると思います、なるほど、はい、尊敬してる、尊敬してますね、はい、昔はいろいろちょっと思う節はありましたが、うん、今はもう尊敬の対象です、なるほど、谷尾さんパズドラも引き弱ですか、パズドラそうですね、引きが強かったら多分あんまり課金してなかったなるほど ね、 かもしれないですね、店長出しすぎです、店長家帰ってもたくさん出してくださいねノーコメントおあらすか、はい、
皆さんは取手店に何年いるんですか。私はまだ半年経たないです。4ヶ月ぐらいですね。おじいちゃんは。おじいちゃんはもう2年と1、あ結構長い、ね、ヶ月2ヶ月か、はい、真面目か、はい、時短20かも、あこれ次元が一番最初に来るとほぼダメなんだよね。あそうそうそう、富士子アルパンか富士子なら潜伏みたい、茨城って9時オープン10時オープンどっちですか。9時ですね。はい9時オープンです、はい、ここぞって時の谷を、嘘つけ1時間で当たり引けるか心配してたくらいだし十分な結果ですよね。まあ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 そうですね、眠くなってきたらおやすみなさいと、あと5分で終わるからもうちょっと我慢して吉井さんなんかな行くよ、皆さん、ドキュンですか DQN ですか。そんなことないです。あと5分ですよ。はい、なんか熱いリーチね、1回ぐらいこう見せてほしいですね。おじいちゃん、はい、おじいちゃん見たいです、うん、パズドラ以外に谷尾はゲーム何やってんの。パズドラ以外にはあのファイナルファンタジ ー, あー携帯アプリの、はいはい、アプリの FF をやってる、はい、懐かしいなと思いながらやってます、うん、はい、九条分か、ひょっとしたらそれが影響して茨城って時間放送なのかな、どうでしょうね。谷尾女性とは女性とは、はい、女性とはやっぱ尊敬の尊敬の、はい、おいジジイ眠いからもうモノマネやれよ、ね、頑張って何分くらいからやれば、当てないおじいちゃんはスタッフが美味しくいただきました、ケンさんおじいちゃんあちゃんもう暑くなってきたけどシャワーだけ派それとも湯船に浸かる派ですか。どっちですか皆さん。シャワーだけ派です、はい、おじいちゃんシャワーですかね。あ僕もシャワーだけですね。FF も課金族ですか。あ FF は無課金で村通してます、はい、肉何谷尾。肉何肉、うん、肉 FF の話かな、わかんないけど、うん、肉わかんない、おじいちゃん女性とはまた来た。女性とは、はい、女性とはやっぱ尊敬、ね、肉なんとか言うてたやん、わかんない、おじいちゃんとアプリかぶってる、結局今日おじいちゃんは3桁課金した話だけだった、最近の人ってお風呂使わないんだね。夏でも使わないと気持ちが悪い。入りたいんですけどね。谷尾恋愛とは。恋愛とはなかなか哲学的な感じになってしまいますので、それはまた次回に、はい、あ次回持ち越し、はい、もう、はい、そろそろ時間が、谷尾、そこは課金族だろうなるほど、うん、時間もあれなんですけど、ちょっと裏詰まりはもうなるほど、玉詰まり、あ、玉が詰まってしまったと、はい、じゃあもういいですかね、エンディングエンディングは入っちゃっていただいて、はい、はい、じゃあちょっとここで終了してエンディングいきたいと思います。谷尾、はい、合コンしよう、はい、しましょう。じゃあちょっとね、エンディングね、はい、私の勝ちという、はい、そうですね、はい、もう店長のもう圧勝でしたね今日は、はい、ありがとうございます。8166玉、はい、ね、じゃあ、はい、オープニング位置にいていただいて、はい、はい、今日どこに飲みに行くんですか。どこでしょうね。店長勝った時の使い道はどうしてるんですかいつも。あこれはもうちゃんと嫁さんの方に報告してます。おすごいですね、はい、はい、じゃあ谷尾おじいちゃん、じゃあおじいちゃん、はい、じゃあちょっとですね、今ルールを、出しますね。ちょっと待ってください。寄れますか。はい大丈夫です、はい、はい、ということで、モノマネすごろくというものを用意してあります。はい、こちらで、今からサイコロを振ってですね、1ビートたけし、2田中角栄、3北島康介、4谷村新司、5、織田裕二、6知事っていうのは何県の知事ですか。ねえ、これ何の知事なんでしょうかね、お察しいただければ、なるほどなるほど、はい、ということで今からサイコロを振るということなんで、そうですね、じゃあちょっとこちらです、はい、ちょっと寄りますね、カメラ。あ寄れますか。はい、ちょっと待ってくださいね。この辺でじゃあちょっと待ってください。これで見えるかな。はい、でちょっと待ってください。はい OK です。はい、ここで、はい、じゃあおじいちゃんよろしくお願いします。おじいちゃん、はい、じゃあちょっと回させていただきます。はいはい、ということで出た数のモノマネをやってもらいます。2ですね。 2! 2! ちょっと見づらいんですけど、ちょっと前に来てもらってもいいですかね、
これでちょっと待ってくださいね。はい、サイコロはどこにあるんですか。下の方にあります。下の方下の方じゃあもうちょっとじゃあこういうそうですね、ああ、はいはい、もうそんな感じで、そんな感じでちょっと待ってください。はい、ということで2ですね。あ、はい、2ですね。見えますか。はい、2です。はい、ごめんなさい。はい、はいはい、ということで2番のモノマネは田中角栄さんですね。田中角栄、はい、はい、田中角栄さんのモノマネというか、ちょっと待ってください。はい、はい、じゃあおじいちゃん準備はよろしいですか。はい、ちょっと待ってください。はい、ちょっと、田中角栄ですね。はい、田中角栄はい、OK です。はい、ということで谷尾おじいちゃんの田中角栄のモノマネです。3、2、1、どうぞ。記憶にございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。これ結構ね、年配の方じゃないと伝わらないと思うんですけどね。かもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。平成生まれの子にはきついなと、ね、何やってるのかよく分かんないよね。田中角栄、角栄言わないからと、事故事故ということでね、ありがとう、ございました。じゃあ、告知の方というかね、はい、行きましょうか。はい、はい、じゃあそれはまあ過去の話に合わせた21日ですね、はい、6月21日真相回転、はい、まあ、当店しましま最新台劣化の炎2ですね、はい、テラフォーマーズ、この最新台スロットの方ですね、はい、でまあ、特に注目なのは先ほど、打ちましたルパン三世、こちらミドル、はい、こちらの増大、はい、でモンスターハンター、はい、月下雷鳴ですね、はい、月下雷鳴、はい、こちらの、ね、この増大と、ね、はい、増大というね、はい、はい、じゃあこちら2枚、はい、じゃん、はいはい、まあ、先ほどいろいろスペックはご紹介しましたが、はい、まあ、ミドルタイプなんですけどね、ほぼほぼ、はい、まあ、大当たりの期待感というか、出玉継続率もね、はい、マックスに非常に近い、はい、というところでして、あとは、まあ、はい、今回話題のリストにも載ってないと、はい、いうことですからね、はい、末永く遊んでいただけるかなと、ね、はい、思っております、はいはい、モンスターハンターこちらもですね、はい、絶好調稼働しておりますので、はい、時間もあれですね、そうそうあれですけど、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、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 こんなところです。はい、ということでね、はい、1時間どうでしたか。初放送でしたけれども。ですね、本当に終わりはまだか。あ、結構長く感じたということですね。そうですね、やはりね、はい、大変でしたね。はい、やっぱり緊張しましたね。あ、緊張した、ちょっと、キャラが確立しないのが、ちょっと残念だったな。次回こそは、おじいちゃんはちょっとキャラの確立を目指してね、次回は頑張るということで、ね、頑張ります。シェシェシェみたいです。シェシェシェ、はい、やりましょう、やりましょう、やっちゃいますか。シェシェシェって何ですか。どうぞ。シェシェシェバー、はい、大丈夫ですか。どうぞ、はい、はい、いきます。次回で、次回で、ね、ね、そんなに大事なんですか。ダンボールがあって、いろいろですね、はい、あの準備物がございますんで、シェシェシェは準備物がないとダメなんですか。カツラとかいろいろ、はい、スミヤやり直せって言ってます。実名出ちゃいます。名字してるんだ。スミヤやり直せっていっぱい来てるよ。おまりさん、この人です。お疲れ様でした。今来た、明日また YouTube で見るよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あちゃ見れたからお風呂入ってくるね。あちゃ取れててんの皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、とりあえず初回放送お疲れ様でした。次回の放送も楽しみにしてますね。ネタ磨いておいてくださいね。と頑張ります、はい。はい、頑張ります。シェシェシェスミヤ。ハードルが高くなってくる。来週にしたらということでね、あ、次回にしたらね、ということでまた次回は来月、放送予定となっておりますので、ぜひ次回の放送も見ていただければと思います。なんか最後に言い忘れたことないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。といったところで、本日の取り手店からの放送はこの辺でお別れしたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり。最近どう？粛々と生きてます相変わらずだね。で、なんで来たの？なんとなく。前も言ってた。非行な。